はい、どうもー。はい、楽しみ週後半の時間ですよ。暑いね。今帰ってきてもう、ごめんなさい、うるさいかもしんない扇風機。あ、ちょっと上向きすぎたな。扇風機全開、エアコン全開です。ありがとうございます。ありがとうございます。よくわかんないです。お待たせいたしました。大変長らくお待たせいたしました。ありがとうございます。勝也です。もう楽しみで楽しみでしょうがないですよ。木島くんは楽しみで楽しみでしょうがないですよ。木島くんはこうです、こうです。勝也ダブル、勝也のダブル、お器がでかすぎて画面からパンじれるぞ、こりゃ。どうしたもんか。こうするか、こうしますか、こうしますか、こうですか。勝也新発売、けいちゃんなんとか、けいちゃんなんとかと。チキンカツの丼、こっちはまだ食べてなかったソースカツ丼でございます。いただきます。あ、でも涼しくなってきた。涼しくなってきましたよ。炭酸水です、炭酸水です。最近カメラ買おうかな。仲間を、はい、なります。すごい、あったすごい、うん、もう炭酸水何本あっても足りんよ。もうキリがないこの時期は。っていうか今年は特に暑くないかい。梅雨が長いな、長いなと思ったら。いただきます。あ、開けたな、開けたなと思ったら、暑いな、暑いなと思ったら、すごい暑いな、すごい暑いなになっちゃって。ケイちゃん、ケイちゃんからいきましょうか。改めまして、よし、チキンカツこっち、こっちがケイちゃん。あー、いいね。鳥ですよ、鳥。うんうんうん、あー、いいね、おいしいね。あ、タレが染み込んだご飯、おいしい。これ見て、これ見てごらん。うん、ニンニクですか。エバラ焼肉のタレの味がする。焼いたキャベツ、焼いてないキャベツ、マヨネーズ前線、今日はマヨネーズ、この間はマヨネーズ前線なしでしたけれども、売り切れちゃって、今日はマヨネーズ前線ありですよ。うん、うん、あります。素晴らしい、素晴らしいです。最近の勝也の新発売は、俺もこれも素晴らしいな。チキンカツです。いつもの納得の、こっちはケイちゃんのタレがかかったチキンカツです。
うん、うん、やっぱこの、あ、キャベツがいいんだわ。キャベツが最高。あ、飛んだ今、飛んだ、ちょっと飛んだね。うん、大丈夫です、救助しました。あ、やっぱニンニクですな、これはニンニクですな。正直今日は我慢できなかったです。我慢できなかった。一個でもいいかなと思ったんですけどね。今キャベツを吸収しました。一個でもいいかなと思ったんだけど、今日の気分はそうじゃなかったね。うん、僕はこういうのが好きなんですよ。一歩一つドカンと大盛りっていうよりも、うん、普通盛り2個、もっと言えば小盛り3個とか、そっちの方がやっぱり嬉しい。いつもじゃないけど、うん、嬉しいと思うことが多い。そういうもんです。そうなんですよ。それはもちろんね。あー、おいしい。大盛りで食べたいなって時も時にはあるでしょう。それに経済的な問題から言って、途中だぞ。やっぱり一つのメニューの、例えばこれの大盛りの方が、これの特盛りの方が並2つとかより絶対安いんですよ。そういったことを考えればそっちを選ぶってこともあります。ソースカツ丼です。こっちはトンです。美味しい。こっちはマヨ先生なし。あとで追加します。やわらかいね。カツヤの、あ、そういえば今回のいつまでだ、9月末日まで。よかったよかった。けいちゃん焼きチキンカツ丼です。これけいちゃん焼きチキンカツ丼、
今回2枚もらいましたからね。この間のスライドしてきたあのなんだこの100円割引券、非常にありがたいよね。勝谷さん毎回くれるから100円引き。ただ1枚も期限が切れておって、もうそれは僕はあもう切れちゃったなと思って持ってきもしないで置いたんで、今日は1枚しか使ってないです。で2枚でしょ今日いただいたのが。でかい。なんか9月に入ってからまた確か何もしてないです。また確か何か出るんですよ、新発売が。その時に カレーだったかな。9月に出るのは定かじゃないですけど、カレーは難しいからね、運ぶのが。カレーは運ぶのが難しいからな。そこだけですよ、問題は。そこだけ。あ、ニンニクだ。お願いします。あ、です。あ、です。今僕のあーで今見ました？映ってました？あ、映ってないか、こう映ってないな。今僕のあーでバッて、嘘。こうじゃなくて今あっちに、うわっ、あっちに行った家、ま、そういうことです。キャベツもな、結構しっかり乗って乗っけてくれてるんですよ、ありがたいことに。今高いでしょ野菜、キャベツも高いんですよ。稼がれてる方にとってみれば、してみればこんな、100円200円のことなんて大したことじゃないんだというのはもちろんわかりますけれども、庶民というか僕みたいな人間にとってはこの野菜のね高いのはやっぱ影響大きいですよ、でかい。またバンバがバンバが稼がれてる方といっても、飲食とかされてる、経営されてる方だったら仕入れがね高くなって、何の話ですか。みんな大変か、結局は。やっぱりたまにはソースカツ丼もいいね。
この間の黒胡椒のやつも相当美味しかったですけど、こっちもかなりいいです。さすがです。うん、カツヤの新発売、大変長らくお待たせいたしました、失礼いたしました。ケイちゃんとチキンカツのどんなやつ、それとソースカツ丼、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンボアチャ丼。